ミノルタのカメラ製品一覧は、ミノルタの発売してきたカメラ関係の製品の一覧。独自のマガジンは車高板を持ち日中交換が可能で、高和の 16mm カメララメラにも流用され、1962年実企画に採用されている。ミノルタ16-2ミノルタ 16QT 簡単操作の小型カメラで、ミノルタ16シリーズの実質的な後継製品。 110フィルム仕様カメラは画質の低さから世界的にも比較的早くフィルムシステムが衰退しあまり多くの機種は作られなかったがミノルタは110カメラの国内最多シェアを持っていたズームレンズを固定した一眼レフカメラ110フィルムカメラといえば一般的に簡便なイメージがあるが当シリーズはミノルタ百1ズーム SLR ミノルタ百1ズーム SLR Mark II アクセサリー集に取り付けられているのはペトリ製の露出系で、このカメラの一部ではない前天候型の防水防塵カメラ。135フィルム、9240フィルムを使用するモデルもある。ミノルタオートコードアイ簡単ンンカメラ。すぐにフィルムシステムが衰退し、あまり多くの機種は作られなかった。画面サイズはすべて正方形の 24-24mm 版。 戦後間もなく登場したライカスクリューマウント機。初期型は、ニコンアイ同様 24-32mm 版。その後全時改造され 24-36mm 版に、対応したのは最終型となるミノルタ 35-IIB であった。35シリーズボディ35シリーズ用、レンズシチズンと共同開発した高速、レンズシャッターオプチパー HS を搭載している。 シャッターを全開させずに途中で閉めることによって、この速度を実現しているため、最高速使用時は、腰彫りでしか使えない。追伸が知識すレン露出系と、手動プログラムシャッターを搭載した、普及機。露出系の指針を参考に、手動でプログラムシャッターを操作する方式で、自動露出ではない。いずれも搭載しているシャッターはシチズンオプチパーユニで、最高速度は1。 1000秒にも達し EV18 までの明るさに対応する。しかし当時は高感度のフィルムがなく、プログラムシャッターでは使用頻度が限られていたため、後のハイマチックでは1、1000秒シャッターは廃止された。アメリカアンスコブランドで製造販売されたものはアンスコセットという名前で、国内版には存在しない CDS 露出系を搭載したものもあった。 ハイマチックハイマチック7ハイマチック F ハイマチック AF ハイマチック GF 操作性や機能を犠牲にせずに小型化したシリーズ。マイナーチェンジにより後期の AL シリーズになる。ミノルタ AL 回 2418mm ハンカメラ。ミノルチナシリーズをベースとしている。ロングセラーであったミノルタ16シリーズとの競合を恐れこの半への参入は遅れ。 ミキシを出したところでハーフハンブームが去った。単焦点及び二焦点レンズを装備した全自動コンパクトカメラ。固定焦点コンパクトカメラシリーズ。FSE シリーズは、プログラム AE、FS-35 シリーズは露出固定。全天候型の防水防塵カメラ。110フィルム、9240フィルムを使用するモデルもある。オートフォーカス。 上下マスク式パノラマ撮影専用コンパクトカメラ。全自動コンパクトカメラ。カメラを構えるだけで、ピント、露出に加え、アドバンスドパワーズームと称して、ズームが自動で作動しゼロタイムオートの先駆けとなった機種だが、構図までカメラが決めてしまうため多くのユーザーから、行すぎた、自動化であると敬遠された。パノラマモード付き全自動コンパクトカメラ。 全自動オートフォーカスコンパクトカメラ。全機種が電動ズームレンズを装備する。全自動オートフォーカスコンパクトカメラ。全機種が電動ズームレンズを装備する。カピオスシリーズの後継シリーズ。ライカ M マウントのレンジファインダーカメラ。CL シリーズボディライカ CL。ミノルタ CLECL シリーズ用。レンズライツミノルタ CL と共に販売された、傾斜カムの製品と、 ミノルタ CLE と共に販売された平行カムの製品がある。傾斜カムの製品については、ライカ M シリーズに使用した時の距離計連動精度に疑問を持つ意見がある。詳細は、ライカマウントレンズの一覧参照。ミノルタ SR マウントのマニュアルフォーカス一眼、レフカメラ。それまで精密高級機の主流であった 35mm レンジファインダーカメラを製造していたメーカーでは、 初めての一眼レフカメラ参入であった。SR シリーズボディミノルタ SRT101、この他、ミノルタ SRT100、ミノルタ SRTSC、ミノルタ SRT303 など、型番違いの輸出向け紹介像モデルが、数多く存在している。X シリーズボディミノルタ X-1 の、輸出用、モデルミノルタ XM ミノルタ X-1、モーターの輸出用、 モデルミノルタ XM モーター XDX-700X-300X-600SR レンズ実際には SR レンズというものは存在せず MC レンズ登場より前のレンズの相称として使われる減速自動絞りのレンズにはオートの文字が入る SR レンズは全ての SR マウントボディに装着可能であるが ボディへの絞り値伝達詰めがないため開放速攻ができない。MC レンズ絞り優先 AE TTL 開放速攻に対応した。絞りリングに MC 詰めと呼ばれる露出系 AE 連動カプラーが取り付けられていた。MC はメーターカプラーの意で、この詰め連動システムはトップコンの特許でミノルタは特許料を支払って採用した。なお MC レンズの途中で ピントリングが SR 時代と同じデザインから梅鉢風デザインとなり、さらには1965年5月26日前、金属製からゴム巻き金属製に変更され、絞りリングが銀から黒に変更され、フロントキャップも金属製から樹脂製に変わっている。ゴム巻きピントリングの最終期には、構成を示す、アルファベット2文字が刻印されなくなった。 MD レンズ MD レンズの MC 詰めと MD 詰め級型機では最小絞りが使用できないベローズマイクロロックコール 12.5mmF2MC レンズの後継 D はデュアルの E カメラに最小絞り位置を通知する MD 詰めがやはり絞りリング状に追加された。デザインは MC レンズ後期とほぼ同じだが多くのレンズでプラスチック化が進められた。 シャッター優先 AE に対応するため、最小絞りは緑色で示され、クリックが硬くなっている。一部のレンズは、アルファシリーズ登場後も、長らく併売されていたが、2006年のカメラ製造事業撤退を待たず販売終了となった。なお、MD レンズを一部の旧型一眼レフカメラに取り付けると、基本アタッチメントは、 ファイ 55mm であったが途中からファイ 49mm が追加され、スペックが同じままアタッチメントのみ変更されたレンズがある。シフト CA6 コール 35m MF2.8RF6 コール 250m MF5.6 New MD レンズ最小絞りチロック、気候開放回値伝達ピンフォーカスエイドを実現するための開放回値伝達ピンを備え、 また最小絞りチロックの追加やゴムローレット模様が変更された。このシリーズから伝統のロックコール名が消えた。レンズにはニューの表記はなく、ロックコール名でないことで区別する。1985年発売。圧倒的人気で一眼レフカメラの王座についた。いわゆる APS フィルムを使用するカメラ。全天候型の防水防塵カメラ。110フィルム。 135フィルムを使用するモデルもある。レンズ内モーターによるオートフォーカスを採用。ボディもレンズも防的構造、マクロレンズや反射望遠レンズを揃えるなど、意欲的なシステム一眼レフカメラとして完成されて、いたが、レンズマウントがアルファとの互換性がない、ミノルタ V マウントであったことや、デジタルカメラの登場により、APS 自体が衰退し売れ行きは伸び悩んだ。 APS コンパクトカメラ。コダックが提唱、規格化したディスクフィルムを使うディスクカメラ。ディスクフィルムを使用するため本体はかなり薄い。デザインラインはかなりモダンである。ディマージュ A200α シリーズカメラ以外のデジタルカメラとフィルムスキャナはディマージュブランドで販売されている。初期は頭文字のみが大文字表記であったが2000年から i 以外全部大文字表記となった。 三角プリズムを用いて、広角形の一部を90度屈曲させ、ズームレンズを装備しながら、薄型でひっくり出し型とすることに成功したリマージュ X シリーズは最後までヒットモデルであった。ズームレンズ2眼レフカメラのレンズを除く1958年頃から1973年頃に販売された旧型ロッコールレンズの多くにはレンズ名である。 6コールマイナス刻印の後ろにレンズ構成を表すアルファベット2文字の記号が付けられている。直後の1文字はレンズ群の数を示し、3群、t、4群、q、5群、p、6群。その後ろの1文字がレンズ枚数を表し、3枚、c、4枚、d。ありがとうございます。